ぶっちゃけ、モーニさんのことをどう思ってますかえー、まあこれどう思うっていうのはちょっとその、いろんなあれがあるよね。いろんなことを、一つのことに対して、一つのことを思ってるわけじゃないやん。だからこの質問はちょっと難しくて、広すぎて難しくて、例えばこのコップに対して、これどう思いますかって言われるやん。そうしたら、白いとか、大きいとか、 使いやすいとか、デザインがいいとか、飲みやすいとか、このコップ一つにとっても、10個20個って出てくるわけやん。いやいや、これはほんまにそうで、どう思ってるかっていうのは、いっぱい出てくるわけやん。だから、どう思ってますかって聞かれても、何をどう思ってるかっていうのを、ちょっと、がわからない。うん。 だ、ぶっちゃけっていうか別にそのどう思ってるかっていうのはもう、それはね、別に何事に対してもいろんなことを思ってるけど、だ、これはちょっと難しいよね。うん。で、これ、これの厄介なところが、例えば、あの、このコップのことをどう思ってるかって書いたときに、白い、 俺はこれに対して持ってるなと思ってるか白いとも思ってるしその使いやすいと思ってるしいろんなこと思ってるけど例えば俺がこれ白いって言ったとしてじゃあハイターにはこのコップのことを白いって思ってるんだっていう情報しか伝えれないわけよねうんだからそこはちょっと難しいとこではあるよねうん そうだね人としてオーナーとしてプレイヤーとしてまあまあそうだねまあまあた例えばそうかもね、うん、まあだから難しいよねまあ一つだけ一つでいいのこれはだからうんまあ顎が長いよねうん 例えばこれもまあ一つのことなわけやん。どう思ってますかの答えとして。顎が長いっていう。だ一応これもまあ質問に答えてるっちゃ答えてる、うん、感じかな。まあ一つさやな。一つ挙げるとしたらまあそれ、かな。うん。